2月の大阪マラソンで日本歴代7位の2時間6分18秒の好記録で優勝した国学院大の平林清澄4年が13日2028年のロス五輪のマラソン出場に改めて意欲を示した現在長野舘科高原で合宿中の平林はパリ五輪の男子マラソン11日はチームメートと一緒にテレビで見ましたジロスボリン は出場したい、と思いましたと前向きに話した。平林は、初挑戦だった大阪マラソンで、残り10キロでトップに立つと、そのままトップを走り続け、勝ち切った。日本歴代7位の2時間6分18秒で走破し、昨年2月の大阪マラソンで西山和也、トヨタ自動車、がマークした初マラソン日本最高記録、2時間6分45秒。 昨年2月の別府大分毎日マラソンで青学大の横田俊吾、現 JR 東日本がマークした日本学生記録、2時間7分47秒をダブルで更新した。記録も高く評価されるが、それ以上に勝ちっぷりが見事だった。4年後のロスボリンでは有力な代表候補の一人に上がる。前田康弘監督、46は甘くは考えていませんが、 平林はロスボリンに出場できる可能性を十分に持っていますし、本気で狙っていますよと話す。ロスボリンの開催期間は2028年7月14日から30日。暑さが予想される。平林は暑さを苦にしません。また、ロスボリンがどのようなコースになるか、わかりませんが、今回のパリボリンのような起伏が激しいコースになれば面白いですねと前田監督は4年後を見据えて話した。 28年のロスボリンの前に来年の東京世界陸上代表を狙える位置にいる。同大会の男子マラソン参加標準記録、有効期間23年11月から25年5月は2時間6分30秒で、現時点で突破している日本人選手は平林だけ。代表選考基準の一つにジャパンマラソンチャンピオンシップ JMC シリーズのシリーズ4。 23年4月から25年3月のチャンピオン、ポイントランク1位という項目があり、今年の大阪マラソンを制した平林は来年2から3月のマラソンで再び好成績を残し、代表を目指している。ランキングは指定レースの2大会の合計ポイントで決まるが、ランキングの対象になるためには少なくとも3大会に出場し、完走する必要がある。 選考条件を満たすために指定大会の一つである25日の北海道マラソンに出場する。平林は、北海道マラソンは2つの目的で走ります。一つは走り込み、もう一つは東京世界陸上の代表を狙える条件を作ることですと冷静に話した。前田監督は、天候次第ですが、2時間40分台でゴールすれば十分。 平林が早く走らないように男子マネージャーが一緒に出場します。マネージャーが走れるペースでレースを進めるように計画していますと説明した。大会主催者から招待選手の打診があったが、上位を狙わないため、定調に断り、一般参加で出場する。来春の卒業後にマラソンで世界を目指すが、現在は国学院大のエース兼首相としてチームを引っ張ることに集中している。 今季のチーム目標は箱根駅伝総合優勝。今はそれを一番に考えていますときっぱり話した。箱根から世界へを実現できるように頑張ります。平林は強い思いを持って暑い夏を走っている。